4番の中村剛也。第3打席レフト線のツーベース、反撃のタイムリーヒットです。これはどうでしょうか、右中間見事に捉えた、大きな大きなホームランが出ました。第24号のソロホームランが出ました。この打球は右中間に持っていったソロホームラン、第24号のソロホームラン、4対3、また1点差まで来ました。いいホームランですよね。初球の空振りを見てね、はい、ロッテのバッテリーはまっすぐできるんじゃないかというような思いで続けたと思うんですけども、はい、2球はそうはいかないよというようなバッティングを見せましたね。今シーズンの第24号、センターに持っていったホームランは今シーズンこれが6本目です。ワンアウトで打席は石井。さあこれでまた西武は追いつくチャンスの形になりつつあります、はい、